ダンツプリウスは日本の競争馬3歳の2016年年明けのジュニアカップでオープン競争を勝利するとアーリントンカップに着を挟んで臨んだニュージーランドトロフィーで花さ先着し重傷勝利。優先出走権を得て臨んだ NHK マイルカップでは4着となるなど3歳のマイル路線で活躍した。また5歳で障害に転向し、 障害馬としてもオープン競争で三着に入った。父ブライアンズタイムが27歳の時に荒廃された3区で最高齢の種ボバ3区による JRA 重賞制覇を達成した。馬名の由来はカングル名とラテン語でに先立って。生産した千代田牧場の飯田成合社長は牧場時代からとにかくタフで元気の良い馬と評価。 セレクションセールに期待を込めて上場した馬であると振り返っている。6月21日、阪神競馬場の新馬戦に待つ赤風馬を安状に、デビューし4着。以降同じ距離、1600メートルの未勝利戦に2回、出走するが、2着、3着と初勝利には至らなかった。10月18日、距離を400メートル延長し、新潟競馬場。 芝2000メートルの未勝利戦に出走。単勝オッズ3.5倍の2番人気で発走した。4回目の出走にして、初勝利を挙げた。11月1日、福島競馬場の金木製特別に出走して2着。11月28日、京都二歳ステークスで和田隆二に乗り換わり重賞初出走となったが、9着となった。12月13日、 中京競馬場の荒野、牧章には丸山元気とのコンビで出走し、3着に敗退。1月5日、ジュニアカップで始導、単勝オッズ10.4倍の4番人気となった。先行して抜け出し、直線で7番手から追い込んだアーバンキッドを花さで封じて勝利。オープン競争初勝利を挙げた。2月27日、アーリントンカップに、 単勝オッズ20.4倍の9番人気という評価で出走した。スタートから中断に位置したが追い上げ、5番手で最後の直線に侵入。外に持ち出してゴール寸前で逃げ馬を捉えて先頭に立ったが、さらに外から追い上げたレインボーラインに鼻の差差し切られて2着となった。4月9日 NHK マイルカップの優先出走権が得られるトライアル競争。 ニュージーランドトロフィーに単勝オッズ5.5倍の2番人気の指示を受けて出走。良いスタートから4.5番手の内側に位置、最後の直線で先頭に立って押し切り、直線で最後方から追い込んできたストーミーシーを花さかわして勝利、重賞初勝利となった。起乗した丸山はポジションを取ろうと出していった分、少しかかりましたが、いいポジションで競馬ができました。 直線も綺麗に前が空いて、あとは追い出すタイミングを間違わないようにしました。と振り返った。この勝利は、父ブライアンズタイムが27歳の時に種付けをして、生まれたンクである。種ボバであった、ノーザンテイストが26歳の時に種付けられたンクで、2003年の中山グランドジャンプを買った、ビッグテイストを抜く、最高齢の種ボバンクによる JRA の、 重賞勝利となった。また生産した千代田牧場にとって2009年から続いていた8年連続の JRA 重賞制覇となった。5月8日、優先出走権を獲得した NHK マイルカップに単勝7番人気で出走。集団6番手で進み、最後の直線で追い上げを見せた。しかし逃げて、直線でも後続を離したメジャーエンブレム最後肩から、 大外を回った、ロードクエストラに及ばず、4着となった。秋に入り、10月30日のカシオペアステークスや11月26日のキャピタルステークスとどちらも、単勝オッズ1桁台の上位人気に押されたが、共に6着と人気を裏切る成績となった。2017年は、1月5日の京都金杯で、主導したが6着。 平地競争の重賞やオープン競争は2年間で7回、出走したが、同年7月2日の共演賞で4着になる以外は、凡走が続いた。障害転向2017年11月19日の、福島民友カップで14着となったのを最後に、障害競争に転向。初戦は2018年2月4日、京都競馬場の未勝利戦に、小坂正ともに、出走。 0.2秒差の2着に敗れた。続いて2月25日、阪神競馬場の未勝利戦に出走、単勝オッ1.8倍の1番人気通り、後続に0.4秒離して、勝利、障害転校後初勝利を挙げた。7月14日、中京競馬場のオープン競争に出走、単勝2番人気で1.0秒離された3着。続いて8月18日、 小倉競馬場のオープン競争に単勝オッズ1.9倍の一番人気で出走したが発着に敗れた。8月24日付で競争馬登録を抹消、引退することとなった。その後は乗馬となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。競争馬情報、ダンツプリウス、ダンツプリウス、競争馬データ。 netkeiba.com 2020年1月11日閲覧 .jra 競走馬検索 w w w j r a g o j p 2020年1月11日閲覧 .nztg に重症ウィナーレポート競走馬のふるさと案内書 .uma-furusaeto.com 2020年1月19日閲覧。2歳新馬2015年6月21日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月16日閲覧。2歳未勝利2015年6月27日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月16日閲覧2歳未勝利2015年7月12日競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2020 年1月16日閲覧2歳未勝利2015年10月18日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月16日閲覧。金木星特別2015年11月1日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月16日閲覧。 ラジオ N ハイ京都2歳 s 2015年11月28日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月16日閲覧。荒野、牧章2015年12月13日、競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧 a b ジュニアカップ二千2016年1月5日競馬データベースダッシュ n e t k e i b a c o m db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧 a b c アーリントンカップ二2016年2月27日 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月16日閲覧ニュージーランド T2016 年4月9日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧 丸山ダンツプリウス会心部成功法で、初重賞、NZT 曲馬プレミアム。p n i k k a n s p o r t s c o m 2020年1月19日閲覧。abcd, NZT, 2番人気、ダンツプリウスが混戦を制す。予想を t v サンスポーコム。2020年1月19日閲覧。ニュージーランド t, ダンツプリウスが、激戦制して、重症発 V 競馬実況ウェブラジオ日経。w w w r a d i o n i k e i j p 2020年1月19日閲覧。NHK マイルカップ2016年5月8日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年1月19日閲覧。JRA ホームページ、データファイル競争成績データ。JRA.JP。2020年1月19日閲覧。カシオペアステークス2016年10月30日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月16日閲覧。 キャピタルステークス2016年11月26日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月16日閲覧。スポニチショ賞京都金杯2017年1月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年1月16日閲覧。ともえしょう2017年7月2日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月16日閲覧。福島民友カップ2017年11月19日。競馬データベース -netkeiba.com。Net db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧。障害4歳以上未勝利2018年2月4日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月19日閲覧。abc、障害4歳以上未勝利2018年2月25日。 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧。障害3歳以上オープン2018年7月14日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月19日閲覧。 障害3歳以上オープン2018年8月18日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月19日閲覧。ダンツプリウスが、引退、乗馬となる予定曲馬プレミアム。p.nikanspoorts.com k, k n s p o r t s. Com。2020年1月19日閲覧。 JRA ダンツプリウス引退乗馬に現在ブライアンズタイム最後のサンク重賞勝利競馬ニュース .netkeiba.com 2020年1月19日閲覧ダンツプリウス競争場データ .netkeiba.com 2020年1月12日閲覧ありがとうございます